皆さんこんにちは。着物 Vlogger で着付け講師のちーくです。今日は着付けに必要な小物をご紹介します。着物を着る前に小物が揃っているかどうか一度チェックしてみてください。着物のインナーで必要なものは肌着と長襦袢です。浴衣スリップのようなワンピースタイプでもいいですし、お持ちでなければキャミソールやベチコートでも代用できます。その他必要なものはこちらのアイテムです。左からフェイスタオル、足袋、帯板、クリップ、腰紐、後輪ベルト、伊達締め、帯枕、襟芯、帯締め、帯揚げです。まず準備するのは補正のタオルです。平均的な体型の場合の簡単な補正の作り方は、まずタオルを3枚重ねて一番上のタオルを両端から中心に折ります。紐の真ん中を持ってタオルの中心に置きます。全体を2つ折りにしたら完成です。体型に応じて必要な補正をすることで着物姿がよりスタイルよく見えるようになります。次は足袋です。実は足袋の種類もいろいろあって、こちらの白足袋のほか、色柄が入った可愛い足袋やレースのものなどもあります。一番オーソドックスでどんなシーンにも対応できるのがこのような白の足袋です。フォーマルなシーンや改まった場面には白足袋、それ以外のカジュアルなシーンは基本的に自由と覚えておいていただけるといいと思います。足袋にはコハゼという金具がついています。これを糸に引っ掛けるように下から上に順に留めていきます。その他、夏はこのような透け感のあるレースの素材の足袋や足袋カバーといって足袋を汚れから守るものもあります。次は腰紐です。腰紐はこのようなウール 100% のモスリンと呼ばれる生地が一番締まりやすくて緩みにくいと私は思います。腰紐はこのように端と端を合わせて手にくるくる巻きます。最後の輪っかの手前を穴の中に押し込んでおきます。そうすると使う時に真ん中がすぐ分かって便利です。次は後輪ベルトです。後輪ベルトは着物の襟を留める役割があります。もちろん腰紐で着物の襟を留めることもできますが、このようにゴムでできているので長時間着ていても苦しくありません。次は伊達締めです。このような博多織の伊達締めやシャーリングのゴムがついた伊達締め、マジックベルトのものなど様々なタイプのものがあります。こちらは2本必要になります。次は襟芯です。私は個人的にこのプラスチックタイプのものをよく使っています。長襦袢の半襟に差し込んで襟の形をきれいにするために使います。その他このようなメッシュのタイプもあります。次は帯板です。帯板はこのようにゴムがついているタイプだと手が離せるので使いやすいと思います。夏の透ける帯の場合はこのようなメッシュのタイプを使っています。次は帯枕です。帯枕はお太鼓結びという結び方をするときや変化結びのときに使います。自分で着付けをする際にはこのように帯枕に帯揚げをかけて、さらにずれないように輪ゴムで固定して使うことが多いです。次
次にご紹介するのは帯締めと帯揚げです。帯締めと帯揚げも様々な種類があります。簡単に言うと、このように色糸だけを使っている帯締めと帯揚げはおしゃれ用、このように金糸銀糸が入っているタイプのものは礼装用として使っている場合が多いです。最後は着付けクリップです。洗濯バサミなどでも代用できますが、布を傷つけないようにゴムがついている専用クリップが安心です。いかがでしたか？今日ご紹介した着付けの小物は誰もネットでも簡単に手に入るものばかりです。着物を着る前に小物が揃っているかどうか事前にチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をしていただけるととても励みになります。インスタグラムもフォローよろしくお願いいたします。